はい、どうも、僕です。ということで、今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで、今回のデッキは、貫通デッキが今やばいということで、今回ね、またまた貫通デッキを使っていくんですが、今回の強いところはまず、ローシュ。こいつがね、なんと左の方に、隅っこの方になんか取ってつけたように書いておりますが、貫通を持っているということで、まあ、ローシュを追加することによって、まあ、かなりね、貫通デッキも強くなったんじゃないかなと。で、しかもローシュの効果が、まず冒険者をプラス1、しかも攻撃した時に冒険者を引くってことで、まあ、貫通を持っているこの魔法の剣とも相性がいいということを考えた結果、冒険者剣も何枚か入れつつ、さらに今回の追加カードのグリーンシザーも採用することによって、まあ、かなり強い動きができるんじゃないかなと思っております。で、まあ、今回やっぱりいつも通りアートラスとかも入っているんですが、まあ、とりあえず貫通系を入れまくって貫通しまくって、なおかつまあ今回ローシュとかも使うことによって、まあ、あとメルビンもね貫通持ちながら冒険者ってことで、まあ、メルビンとローシュが基本的に今回強くなるんじゃないかなと。で、あとはまあいつも通りの貫通系とかを使っていきたいなと思っております。あとは今回いつも通りね、ビルドを使って武器屋をサーチして、武器屋で魔法の剣をサーチするっていう動きが主体となっていくんですが、あとついでにサマールトレアも使うことによって、まあ一応ビルドが一番の主体なんですが、まあサマールトレアが来たけど速攻で交換していくっていうのも結構強いんじゃないかなと思っております。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。よし、やっていこう。先行、そしてカードはローシュと死神貴族ということで、ここは両方交換しましょう。さあ、そして来るカードはグリーンシザーと武器屋ということで、じゃ武器屋もったいないけど、おっと、サマルトリア。これ激アすぎない？こっちみんなからの、ここで、いいよ、探しますよ、使ってエンドを守ると。これ、待って。これもうなんか趣旨若干変わってるんだけど、これさ、まあ確かにね、これ、ビルド使いの、サマルトリア使いのっていう流れなんだけど、なんかちょっと、ビルド、まあ一応今回武器は来てくれたおかげで、まあなんとかね、一応この武器テリーとしての動きはできるんだけど、もしこれ武器は来てなかったら相当あれだったんですがさ、ここでまずハーゴンがこっちみんなからの、何かが来ます地獄さんからの、ここでテンションアップでエンドを守るといきましょう。俺のターンだな。さあ、これで、ビルドちょっとね、カード的にちょっと邪魔なんだけど、まあ、しょうがないかな、これに関しては。ビルドは守っておきつつ、まあ、一応今回、武器は持ってきて、で、それによって武器カード持ってきてって感じなんですが、さあ、まずは、いいぞ、ロンドル教へ。これで、まずはメルビンか。最高的には、最高だぜ、ウォーなんだけど、あんまりなんで、一旦ここはキラーチでいいかな。で、エンドを守るといきましょうか。で、とりあえずここキラーチ出たことによって、次のターン武器は、まあ、多分ね、ブラストアローも、ここだと攻撃できないんで、まあ、やられることはないと考えたら、まあ、次武器屋出して、でその武器屋で来た、なんだっけ、あの名前忘れたけど、なんか黄色の武器、魔法の剣だっけ、なんかそんな感じのやつをサイコを使ってで、キラー陣に付属させてマギールさん出すみたいな流れが良さそうな気もしますが、もしくはグリーンシザーとか出しておくっていうのも手ですが、まずはここでお相手は、命を大事に、悪くないね。ただちょっとね、めんどくさいですが、俺のターンださ、ローシーいいね。ここはまずは丸焼きにしてやるぞ。さあ、これでまずは丸焼きにします。これで武器を持ってきます。あ、これマギールさん使わないな。さあ行こう。さあ、これで魔法の剣最高だぜをしますからの、ここで来るのはリーダーを回復。いや、これね、力とかそこら辺使ってくれるっていうか、来てくれたらめちゃめちゃありがたかったんだけど、さすがに来てくれないと。さあ、ここで4点ダメージでエンドを守ると悪くないね。さらにカードを引いたことによって武器屋、この武器屋は正直ね、そこまでいらないけど、ただ攻撃アップできるんで、まあ、場合によっては悪くないかなといったところですが、さあ、ここでスイッ押していきます。さあ、これ、からのプチファイター、プチファイターに関しては速攻持ってないんで全然起きます。水産4101でチャ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 からのここでローシュー。邪神を倒すまで負けるわけにはいかない、負けるわけにはいかない。さあ、これで勇者の力いきます。さあ、これで、はい、攻撃してください、早く、はい、オッケー、攻撃します。そしてエンドを守ると、さあ、ここでね、武器じゃなくて、なんかよくわかんないおじさんが来ますと、さあ、これでエンドを守ると、いいね、来てくれましたと。いや、これローシュね、やっぱローシュ結構ね、連携とか、あとは冒険者、ここら辺でしか使われないかなって思われがちですが、見てよ、この左の貫通という、なんか取ってつけたように書いてある貫通ね、普通真ん中に書いてあるのに、なぜかこの左のとこにちょこんと置いてある、みんなここの真ん中にあんのにさ、なぜか彼だけは左にあるんだけど、さあ、ここでまずは地獄さんを出して耐久を上げつつ、ここはとりあえずユニット復活かな、 OK、 今助けるよ。さあ、これで普通に日本語喋りますからの、ここでマギールさんに対かな、これはマギールさん出しますからの、マギールさん出しますでエンドを守ると、悪くないね。さあ、これで盤面を展開しつつ、あとキラー G のおかげでカードも引けるんで、かなり
一丁やるか。一丁やるか。さあ、これでまずは、まあ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 、悪くないね。これで除去ラリアしましたが、残りマギールさんのキラージは残る。さあ、ここでマクロベーター。しかし、これもそうだね。まだ倒すことはできないんで、全然まだ大丈夫。さあ、これでやってやるぜ。からの死神貴族ということで、ここは、なるほどね。とりあえず、まあ、ここは適当に武器は使ってからの、武器持ってきて、魔法の剣使って、準備、バーディー、ジョン、からの、これで何が来るかな。オーケー、バッチリ画面、これはいいね。とりあえずここで攻撃系が来てくれたことによって、マクロベーターを取れるからの2点、2点からの3点ダメージで除去ってからの、ここでテンションは使わないかな。またさあ、ここで5点ダメージを与えます。いいね。残り11、普通に強い。いや、できればね、誰だっけ、あれ名前が出てこない、なんだっけあれ、アトラスだ、あの悪霊の神々の人、あの人が来る前に倒せそうだけど、オッケーオッケー。さあ、ここでカード引いて、アトラスだ、行ったそばからアトラスだ。しかしながら、もうここまで来たら使う必要もなさそうさ。せいにゃ、お姉様、私は必ず使命を果たします。タウ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 。さあ、これでまずは回復を誰もしませませんが、しかしながらまず人がいないのであんまり関係ない。そこで破壊士の上でジャン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 をします。さあ、これで4点ダメージ食らいましたが、全然大丈夫。今んとこ、7の9の、これ死神貴族を使ったらどうなんだ、これ、これまだかな。まずグレイグを使って状況おります。せいにゃか、悪いが突破させてもらう。ブブブブ。さあ、これでまずはウォーします。で、これでウォーします。で、これで4点ダメージを与えることによって状況で、今ファーレス王子が来ましたけど、とりあえずここは特にやることがないので、適当な死神貴族かな、うん、死神貴族出します。ただね、これね、ちょっとプレミした方が、死神貴族を先に出した方が良かったね。じゃないとマギエルさんが攻撃プラス1になってないんで、若干もったいなかったけど、まあ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 、言うても1くらいなんであんま関係ないかなといったところですが、まあ、この盤面だったらね、正直、10点くらい出せそうなんで、まあ、やられるか倒すことができないかどっちかだと思うんですが、さあ、ここでバラモスゾンビ、しかし8個使ってくれたんだったら、これはいけたんじゃないか。ランダムダメージでワンチャンあるけど、セーブしてくれる。おお、やるやんけ。しかしながら、まあ、ここ回復使われても、まあ、ギリダメかな。どうだ、まあ、ギリダメ、いや待てよ、これでもあれだな、サマルトリアの攻撃があるんで、これは来たんじゃないか。さあ、ここで、あ、OK、対戦ありがとうございました。いや、貫通も強いけど、しっかりと老子も強い。俺が相手してやる。さあ、私のターンね。はい、俺のターン。イエーイ。さて、どうしようかしら。やってやるぜ。それ。さあ、行くよ。はっ。見せてやるぜ。やるぞ皆さん。伝説の英雄が戦うでござるよ。さあ、私のターンね。俺のターン。準備は整った。それ行け。さて、どうしようかしら。何をするでござる。はぁ、はぁ、やってやるぜ。のんびり支度につけるわけにはいかないようだね。はっ、俺のターン。その手の保証、まさかお前はここで負けるわけにはいかない。いや、ぶちろ、俺に力を貸せ。平和のために力を貸してくれ。さあ、行くわよ。これも私の計画の一つだ。やってやるぜ。
計画を考え直す必要が。復活させてくれたのは恩師でござるな。頼むぜ。さあ、私のターンね。はあ。さあ、運命を切り開くわよ。審判のタロス。コヒナ俺のターン。やれやれ、また面倒なことに巻き込まれちまったな。耐えられるもんなら耐えてみやれ。違うぞ、勇者さんの敵になる気は許してくれ。大したことないじゃないか。見せてやるぜ。決して真面目に訓練しておけばよかった。青くない味方強く、俺に力をかけ。私も本気出す。ふっ、好きだけどな。痛い。ふっ、さあ、行くわよ。はっ、運命を切り開くわよ。審判のタロスと未来を変える力を。やってやるぜ。まさか勇者と再び剣を交えることになるとはな。これが全身全霊の一撃だ。そろそろ敵が尽きるぞ。さて、どうしよう。はあ、もっと夢でも起動しました。